ジャニーズ事務所での問題など明らかになる芸能界の性被害。そんな中、デイリー新潮掲載のライター徳重辰徳さんが取材した記事が注目を集めました。その内容は、自身が経験した芸能界の枕営業。こんにちは。お願いします。こんにちは、よろしくお願いいたします。すごい、いい天気。林美沙さん、2013年にデビューした元グラドルです。子供の頃から芸能界に憧れていました。一番最初アイドルになりたくて、あ、女優やりたいって思って、その児童劇団の舞台に出たのがきっかけで、そこからもオーディションオーディションオーディションずっと。描いた夢は女優。地元の名古屋と新宿間を高速バスで往復しながらオーディションを受けていました。そして23歳でグラビアデビュー。これまでイメージ DVD を7作品リリースしました。自分が頑張った作品が世に出るってすごい誇りだし、 DVD も7枚も出せて、まあ、良かったなとは思います。しかしそんな中、次第に事務所からある指示を受けるように。お偉いさんとお食事会があるから行ってらっしゃいとかが徐々にちょっと増えてきて、グラビアやってたんだ、じゃあ写真見せてよみたいな感じで写真を、まあ、見せるじゃないですか。こういうことやってました、じゃあ俺にもちょっとその裸見たいなとか、ちょっと匂わせながらホテルに誘われたり。それは大物タレントやメディア関係者が集う飲み会。その誘い文句は決まって、番組まだ枠があるんだよねみたいな。性的な関係を持つことで番組に起用するといういわゆる枕営業の提案だったといいます。まあ本当に裸を見られたくないなとか触られたくないっていう当たり前のその女性としての感覚はあります。こっちからあ、ごめんなさいなんて言える立場ではないので、だって売れてないでしょみたいな。売れたいよね、うん、立場的に断れない上下関係。女優という夢を叶えるためにこの提案に林さんは応じてきたといいます。しかし、ご飯行こうよ、やる仕事ない、あれ私のやってることって違うのかなって、耐えきれず林さんは去年12月、主演舞台を最後に芸能界を引退しました。林さんが告発した芸能界の性暴力、この歪んだ構造はなぜ生まれてしまうのか、どうすればなくなるのでしょうか。当事者と共に考えます。佐々木さん、どのようにご覧になりましたか。いや、まずこういったところにね、そうですね、お顔出して出演させてくれたことすごい勇気だと思って、はい、本当にありがとうございます、ありがとうございます、はい、っていうのと、やっぱりこの枕営業っていうのも、もう名前自体がもう違う、ハラスメントでしょっていう。そうですね、はい、本当になんか枕作ってるメーカーさんとかにも申し訳ないというか、はい、それぐらいちょっとね、こっちも襟を正さないといけない問題だと思いますね、はい、本当にあるんだとちょっと僕自身は正直思ってしまったところなんです。でもあったんですよ、ということですね。そういうことですよね、はい、ちょっとゲストをご紹介します、はい、自身が芸能界で受けてきた性暴力を告白した元グラドルで女優の林美沙さんです。どうぞよろしくお願いします。本日ありがとうございます。お願いします。
続いてこれまで多くの芸能人へ取材を行い芸能界の裏事情に精通しているプロインタビュアーの吉田豪さんです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。まずですね、林さん本当に大変お辛い経験をされた中でご出演いただき本当にありがとうございます。同じような思いを抱いていらっしゃるタレントさんがいるかもしれないということで、そういった方が生まれないようにということで取材を受けていただきました。本当に無理のない範囲でお答えいただければなというふうに思います。まずどういったことが最初にこうあったのかというのを教えていただいてもよろしいでしょうか。私が一番その、ざっくり言うと多く言うと、そのグラビアをやってたっていうのが一番その大きくて、グラビアやってますっていうとやっぱりその簡単に脱げるでしょっていうそのイメージがつきやすくて、やっぱりそのお食事会とかいろんなところに行っても簡単にその脱いでよこの後脱げるでしょっていうことの始まりが多すぎて、それは関係者の方との食事の席ってことですか。あ、業界ので、写真を見せるとバストはとか、じゃあ俺にもその服の中見せてよとでセクハラを受けることが常に多くて、常に、カメラマンとかありますよね。とかはないです。最後それあったのは何年前の話ですか。はグラビアやってた主に20そうですね、何ぐらい前だろう。でも全然聞いたこと最近もあると、全然一緒に例えば食事会とか行って、グラビアアイドルの子がいたら、ありますね、そういう 見ます、でなんか仕事を与えるよ代わりにみたいなそういうことを言ってくるんですか。今の話は多分もうちょっと飲みの多分ノリでまずセクハラ見せてよみたいな、でそこからこの連絡先教えてよ、で連絡先を交換します、でこの後分かってるよねみたいな、分かってるよねそういうふうに言ってくるんですか。そうです普通に。それはちゃんとこういう仕事の見返りがあるからみたいなのは具体的にちらつかせられるんですか。そうですね、その権力を持っているお偉いさんとかだと番組名を言って、まだテレビの偉い人でまだ枠あるからって、そうです、ここのゲストで呼べるよ、本当ですか、呼ばれたことはない、ひどい。私その派遣される場合もあります。派遣あ、そうです、その私派遣さ、その事務所から、そのここで今お食事会あるか、そう行ってねって言われて。それはお食事会なんですか。お食事会だけでは済まないやつ、済まない、そこももう案に伝えられてる。そうです、でもその代わり大丈夫、見返りはちゃんと仕事で返しますねって言われたけど、結局事務所の違う子がその番組に出てて、要は生贄みたいな枕要員とそういうふうに裏出る人がいるわけですよね。そう、あれって、あれ私同じ事務所の、あ、そうです、うわ、あれ私が出るはずだったやつ、あれそんなことあるんだそれ事務所からはなんで説明されるんですか。怒るじゃないですか、それそんな事務所に。あ、怒れないです。でも昔私12で芸能入ったんですけど、自分の事務所はなかったんですけど、しょっちゅう聞いたことあります。しょっちゅう聞いた。 DVD 出すからって言われてて、 DVD のギャラとかはもらえるんですか。ギャラはないです。基本多分ないですよね。基本的にやりたいからだよね、夢を追いたいからだよね、いいの一生懸命来たじゃん田舎からって、結構多分それはよく、特にグラビア、みんなさん本当ですか。嘘本当に芸能界私なんか無駄に結構長いですけど、なんかこう、そう、私も一般人ぐらいの噂でしか聞かなくて、全然あれも聞いたことあるんだみたいな。この10年ないです。この10年はない。グラビアの世界が特殊なんですよ。グラビアは本当にそういうものが残ってます。で、多分洗脳状態にあるみたいな感じで。いや、そうですね。洗脳ですね。そう、当たり前だと思わされちゃう。オーディションを開催する企業もコンプラとかあるじゃないですか。今の時代ってそういうコンプラでなんか通報とかしたら、あっという間に粛清されそうですけど、そういうことは起こらないんですか。逆に事務所の弱みを握ってると思ってもいいかもしれないですね。その事務所はまだ残ってるんですか。あ、まだ既存では。吉田さんインタビューすればいいですよ。本当に
勇気ある告発だと思いますよね、っていうか訴えていいと思うんですよ、そう、うん、でもその一回相談したことがあって、そう、なんかそういう、ま、窓口とかそういうのなかったので、その知り合いの弁護士さんを通じてちょっとこういう被害があったんですよね昔って話がしても証拠がないのと、結局20代超えて現場にいたのはあなたですよねっていう、あ、なるほど、判断をしたのがというところなんですか、え、その辺、その返しに対してどう、だからその泣き寝入りしてる子がいっぱいいるんだよっていうのをそこで聞いて、だから訴えても何もそのお金が返、お金になってくるとかそういうのを一切ないから、でも泣き寝入りする子を減らせる効果があるんですよ。でも多分ずっとそうやって受け継がれてきたというか、そういうことがずっと続いてきてたんでしょうね今まで、うん、でも一回訴えたら少しは、うん、いやだからこういう告発が次の若手のそういう子たちの被害を減らす一つには僕絶対なると思うんで、うん、もしくはあの文春とかに喋るとかね、うん、だから文春に喋るんじゃないですか、やっぱ国がというか司法が守ってくれないから喋るのは、うん、いっぱい今批判してる人いっぱいいますけど、ね、よく警察に行けとか言いますけど、行けるなら行ってるし、行ったしみたいな、弁護士相談してるしって話だとは思います。今後なくしていくことが本当にすごく大事なテーマにはなると思うんですけども、どういうことが考えられますかねっていうのは、どうすればいいと思いますか、はい、どうやったらこれ吉田さんに聞きたいですね。でも本当同じような経験した人が山ほどいるはずなので、なんとかね組織化できれば違うかなと思いますけど、あと結構 SNS で最近カジュアルに、このパワハラ、こいつからパワハラされましたみたいなこと言えるじゃないですか。なんかそういうのが増えていくとやっぱり向こう側もリスクだと思うようになるような気がしていて、なんかコンプライアンスホットラインを作ってほしいですね、あ、そう、それは本当に思います。どこに、だって警察から跳ねられちゃうんだったら、まあどっか当局を作って電話を入れて、こういうことはありました、こういうこと言われました、どうすればいいですかって相談するだけでもちょっといいと思うんですよ。まあとりあえず断りましょうって多分アドバイスがいくと思うん でこっちからあの上司に相談というか話しに行きますよとか、そういうなんか助けてくれる人がいてほしいなと思うんですよ。パワー構造が全然不公平なんですよね。確かにね、弱すぎますよね、タレントは。はい、吉田さんは当事者にもあのお話伺ってると思うんですけど、あの枕営業に満足してる方いますか？満足、あのどっちでもいいですよ、あの、その男性側でも女性側でもいいんですけど、私はこういうことやってきて大満足ですよ。いや、でもやっぱりどこかで洗脳が解けるパターンが多いですね。あのそういうものだと思ってやってたけども、あれもしかしたら性加害と呼ばれるものなんじゃないかみたいな、騙されてたというか、そう、そのなんで私も今になってこう告発っていう感じでこう言いましたけど、当時はもうそんな考えられなかったです、多分本当に洗脳っていう言葉が、私の努力が足りないんだぐらい、あ、そう、あ、そっか、私がもっと楽しませないといけないのか、あとなんか世の中的にもやっぱその当時はでも、まあ、芸能界だしみたい なんかそういうのもありませんでした昔は。なんか当たり前みんながやりたい仕事だからとか、こんなにこの性差別だとか性、あのセクハラに関してでも喋りやすい世の中ではなかったです、間違いなく10年前は。今はこんなになんで言わないんです、言わなかったのかって、だからある意味進歩してるんだなってすごい今この会話で感じました。吉田さん、どう気をつけていけばいいんですか、今こういろんなあの事務所で所属されているタレントさん方で、もし同じ被害を受けないようにするには。あ、でも本当難しいですよね。だから僕は特に地下アイドル関係の仕事をしてるから、はい、そっちでも思うのが、入ってみなきゃ分かんないことが多いんですよ。結局情報が少なくて、僕も若い、知り合いとかで活動し始めたばっかりの人がいるんですよ。でアメリカの友達にも言うんですけど、一人で行かない。あ、そうですね、友達連れて、親連れて、あの彼氏でもいいから誰か連れて、あの、まあ、外に待ってるんです、あの控室で待ってるから、あのオーディションさせてくださいっていう、あの、まあ、それ付き合ってもらうのは大変かもしれないですけど、ちょっとと思った場合は2人以上で行こう。でもなんとか売れたいって思ってる人に多分そこまでの危機管理が多分ないんだろうなって思うと、本当に若手のそういう夢目指してる人には警鐘を鳴らしたいですよね。最初に
言われたじゃないですか、枕営業って言葉がそもそもどうなのかっていう、はい、まずそこからなくしていくべきだと思うんですよ。そうですね、枕営業って言葉だとどうしても女性側が積極的にやってるようなイメージに聞こえたりとかして、確かになんか犯罪っていう空気がちょっと軽くなっちゃうんですよ、はい、そうですね、確かに。あくまでもこれは問題のある性加害であり、うん、みたいな。だからそれ対応した警察官も多分そういう概念になってるでしょうね。芸能界ってそんなもんでしょみたいな、事務所によってそのいろんな、まあ、今本当過渡期というかどんどん変わってきている時期なので、うん、じゃ今こう見てる皆さんが、うん、じゃこの事務所検索枕とかは本当やめてほしいなっていうのは思います、うん、そうじゃないところもちゃんとあるし、うん、事務所自体も過去にはそういう業界全体がそうだったっていうところが今変わってきているので、ただもっとスピーディーに変えるのであれば声をかけることと、あとやっぱちょっとでもそういう話を私たちが聞いたらおかしいよっていうふうに言う大人が周りにいなくなかったですか、あの時の10年前とかって、まあそうかみたいな、行ってらっしゃいってね、あります。その空気を私たちが変えていかなきゃ。今後についてはどのようにお考えなんですか、まあ、あの今、うん、新しい告発をされてっていうのでどうしていきたいというか思いありますか。そうですね、その、まあ、今回記事出していただいて、うん、結構批判も多かったんですよ。そのいや売れてねえんだから枕営業にもなってねえじゃねえかみたいな、結構ぐさ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 来たんですけど、まあでもイメージ、まあ、確かに私は芸能界にそういうイメージありましたけど、だからこそもう一人一人の声を聞いて変えて、クリーンに少しでもクリーンな世界のイメージに変わっていったらなっていうのが願いです。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。